まあ、アラカルアの持ってる力からすると7割出たかどうかというところでしょうかね。さあ続きまして24人が決勝に進みました。22番目の滑走は高橋かな子です。ショートプログラム終わって第5位、昨年全日本は6位です。専修大学の4年生、まあ、4年生ではありますがまだまだやることがあるということで、できる限りこのスケートをやっていたいということを言っていました。曲はシンフォニア・タフカーラ。さあ最初ルッツ、ショートプログラムでは転んでましたが、フリーは2回転になりました。ダブルルッツ。今年はあのグランプリシリーズでは NHK 杯にも出場いたしました。9位、ロシアカップが同じく9位でした。フリップジャンプも予定通りにいかないとちょっと気分に乗りにくいんですけど、このまま表現力を見せていってほしいですね。3回の予定が1回になりました、はい、ただ彼女の持ち味はこの笑顔でずっと滑るというのが ね、 そうですね、一つ持ち味ですね。本当に楽しんでスケートをしているというのは十分見えますよね。はい、ショートプログラムは自分の出来としては80点、もう緊張してリンクに上がるときに涙が出てしまったと言ってましたけども、今日は楽しみたいと言っています。このジャンプも不完全、2回転ですね、はい、サルコ、これは綺麗に入りました。この手の動かし方も非常に柔らかくていいですね。ちょっと手をつきました。ダブルアクセル、ダブルトーループ、コンビネーションジャンプを成功させました。非常にこのコスチュームのストーンも綺麗に輝いています。白い氷の上、さあ曲調が変わってきました。残念ながら手をついた。ストレートラインステップ、ジャッジの前でアクセル、もう一つ。女子のフリー4分間、専修大学4年生の高橋かな子の演技終わりました。まあ、今5種類、ね、トリプルジャンプがある中で彼女が決まったのはトリプルサルコとトリプル、はい、トループですね、ですね、やっぱりそう技術的にはやはり2種類しか試合で決まらないというのはちょっと評価がなかなか出にくいわけですね。出にくいですけれども、やはりこの、ね、長い手足と表現力、プログラム構成は十分見せつけるものは持ってましたね。そうですね、まあ、6つのジャンプで
まあ、トリプルアクセルが一番難しいわけですけども、3回で見るとやっぱりルッツ、フリップ、はい、こういったところが高い点数を出すためには必要になってくるということなんですね。スローをご覧いただきましょう。これはアクセルですね。もったいないですね、このお手つきはね。軸がちょっとね、ぶれたのか、ちょっと右手をつきました。あ、最後のもう一度アクセルですね。ここはアクセルを連続して飛びました。まあ、まだやってみたいジャンプがあるんですと、ベテランと言われてもいいので、いいものをもっともっと表現してスケート界を変えてみたいというね、抱負も試合前言ってくれましたけどね。でも涙ですね。キスアンドクライ。伊藤さん、この涙どういうふうに感じますか。彼女の持ってる力はちょっと、出なかったはいですね。やっぱり自分の力が出し切れないっていうのはやっぱり残念ですね。そうですね。さあ得点が出ました。まあ、とにかく NHK 杯の時にもうまくいかなかった、なんとかそれを取り返したかったということだったんですが、技術的な得点を見ましても5点を割っています。現在荒川静香がトップ、2位がジュニアの安藤美希、そして表現力少し上がりました。各ジャッジは6位、5位、あるいは4位をつけました。これで高橋はショート7位、フリー4位、合計ショート5位、フリー5位で総合5位に